はい、お疲れ様です。本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。今回の動画は8月16日中日ドラゴンズ戦の3番バッター阿部選手の打ち取り方が非常に見事だったということで喋っていきたいと思いますので、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。昨日ですね、8月16日、阿部選手4打数無安打に打ち取りました。ピッチャーは森下投手、キャッチャーは相澤さんということでナイスバッテリーでございました。はい、4打席ともね、すべて、完璧に打ち取ったような感じに見えましたので、ね、急遽ちょっと喋りたくなってしまって喋っていきたいというふうに思います。で、阿部選手、直近のちょっとね成績を見てみますと、5試合でですね、23打数の、4安打ですかね。ちょっと調子は落としているものの、1試合前ですね、直前の1試合前は8月14日のタイガース戦ですね、こちらは2安打放っておりまして、まあ、絶不調というわけではございません。で、特にね、カープ戦は結構阿部選手に打たれているイメージありますんで、そんな阿部選手3番バッターを見事に打ち取ってくれたので、ちょっと振り返っていきたいと思います。はい、まずはじめですね、1打席目ですね、ノーワンアウトランナー2塁で回ってきたところですね。岡林選手が出塁して、その後、ワンアウト2塁となって阿部選手のところに回ってきました。初球チェンジアップ、ほぼ真ん中ですかね、で見逃しを取りまして、2球目ストレートで、高めのボール球ですね。で、続ける3球目も、ここはですね、インコースバチバチに相澤さん構えて、若干、コースとしてはね、真ん中寄りに入ってきたんですけども、まあ、森下投手のね、ストレート球威が勝って、ファーストのファールフライで打ち取ることができました。もうこのね、1打席がほとんど全てだったんですけども、これでね、もう阿部選手はね、今日1日このまっすぐを意識しながら打っていかなきゃいけないということで苦労されたと思います。そんな中で、第2打席ですね。第2打席はもうその、相澤選手がね、今日の森下のまっすぐだったらこの阿部を打ち取ることができると踏んだのか分かんないんですけども、まっすぐ攻めできましたね。まっすぐまっすぐまっすぐと3球続きました。ほぼど真ん中でインハイでアウトコース1球ね、ちょっと力んだのか、高めに外れてしまった後ですね、最後もうそこでね、カットボールがね、アウトコース低めにズバッと、決まりまして、くるっとバットが回って打ち取ることができました。もうこれもね、1打席目のドン詰まりのファーストのファールフライがあったからこそだと思います。はい、なのでもうここは、しっかり、ストレートを意識させた中でのカットボールで空振りを奪いました。やっぱりまっすぐが効いてますとね、変化球が効いてくるんですよね。なのでまっすぐが走ってないと変化球もね、全部ファールだったりね、逃げられたりしまうして見極められたりしてしまうんですけども、やっぱりまっすぐが走っているとこうやって、変化球もね、くるっといってくれるので、やっぱりまっすぐですね、ピッチャーは。はい、続きまして第3打席ですね。こちらはイニングの、スタート、先頭打者で迎えたところなんですけども、初球の今度、インコース、ちょっと高めのかな、に抜けてきたチェンジアップを中途半端なスイングでピッチャーゴロになってしまいました。もうこれもね、それまでの打席のまっすぐが効かされていて、まっすぐと思ったらチェンジアップかいみたいな感じで、バットが止まることなく、ボールに当たってしまって、中途半端なね、バッティングになってしまって、ピッチャーゴロということで打ち取ることができました。はい、最後、第4打席ですね。こちらは8回に回ってきまして、ここはね、比較的ボール投げさせられたんですけども、一転してカットボールから入りました。で、そこから、ストレート2球続けたんですけども、もう相澤選手ほぼコース構えずにですね、もう真ん中付近で大体でいいよみたいな感じで投げさせました。で、案の定ですね、もう力で押し込むことができて、ファールを稼ぎますということで、で、1球変化球、チェンジアップ挟んで、2-2になりましたね。2ボール、2ストライクになって、次のチェンジアップはなんとファールで握られたんですけども、最後ですね、今度はしっかり腕を振ったカットボールで、また見事にバットがくるっと回って三振ということで、4打席見事に打ち取ることができました。はい、ということでね、こういう感じでやっぱりまっすぐに力があるピッチャーね、変化球も切れてくるんで、バッターはね、なかなかヒットゾーンにね、ボールを持っていくことはできないということが証明できました。ということで、今日本日のピッチャーでいきますと、栗投手で、明日が野村投手ということで、ちょっとね、今日は雨でどうなるか分かんないんですけども、まあ、2人ともね、森下投手に比べたら、まっすぐのスピードガン、力というのは劣るんですけども、昨日のね、森下投手がしっかりインコースのまっすぐを意識づけすることができたので、で、キャッチャーもね、相澤さんでいけば、阿部選手もね、相澤さん、絶対また俺、インコースストレート来るわと思っているので、そこをね、うまく裏をついて、まっすぐはまあ、インコースはね、ボールで、見せ球として使って、外の、ね、変化球、栗投手だったらね、フォークボールだったり、カーブだったりね、いろいろ多彩なので、まあ、チェンジアップも混ぜながら、そういう感じで、ね、打ち取っていけば、阿部選手はね、今日も打ち取ることができると思うんで、ビシエド選手はね、まだちょっとね、打たれているんで、ビシエド選手の前にランナー出さなければね、対応失点にはならないと思いますんで、まあ、小林選手も、ね、ちょっと
厄介ですけども、3番の阿部選手を徹底的に打ち取ることによって大量失点を、ね、防ぐことができると思いますので、昨日せっかく、ね、森下選手が布石を打ってくれましたので今日はそれに、ね、臨場して栗投手、明日の野村投手、阿部選手を打ち取っていってほしいなというふうに思います。ということで、本日はこんな感じで簡単ですけどね、動画の方を作らさせていただきました。はい、このチャンネルはカープ応援チャンネルとなっておりますので、全国のプロ野球ファンの方、カープファンの方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またゲーム中はコミュニティ機能を使いまして皆さんの意見をいただきながら、ゲームの観戦の方をしております。皆さんで、ね、意見をこう言い合いながら、この一球大事だぞとかね、そういった感じで、やり取りをさせていただいておりますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、コミュニティ機能の、ね、参加にもしていただけると嬉しいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ざっくりですけどね、昨日の阿部選手の打ち取り方をざっくり解説させていただきました。いいなと思っていただきましたらいいねボタンの方よろしくお願いいたします。またですね、こんな感じで、ちょっとね、自分も野球かじっていましたのでちょっとだけなら解説できますので、あのプレーに解説してみたいな感じで言っていただければ少しだけ解説の方させていただきたいと思いますので、リクエストの方よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はですね、雨でちょっと心配ですけども、なんとかね、ドラゴンズ戦前回3連敗やられてるんで、今回は3連勝やり返したいと思いますので、しっかり応援の方していきましょう。ということで、やっちゃえよ。はい、ありがとうございます。トップテラスで失礼いたしました。バイバイ。今日もいい一日になりますように。